皆さん、こんにちは。最近の車は、品質も良くなり、丈夫になってきただけに、少々、手洗い乗り方をしても、傷むことはありません。とはいえ、機械である以上、ストレスはかかるわけで、痛みは着実に進行します。つまり、長く快適に、愛車に乗りたいなら、車を、傷めるような行為は、避けた方がいいということになります。そこで今回は無意識にやってしまう5つの行為をご紹介します。その1、車止めにぶつけるように止める。サスペンションというのはご存知のように複数のアームをつなげたもので、その関節部分にはゴムのブッシュが使われています。走行時には大きな入力が連続して入るので、少々ぶつけて止めても問題ないと思うかもしれませんが、入力の角度が通常とは違うので、サスペンションとしては想定外のものになります。あまり激しくぶつけるとアライメントが狂うので、ゆっくりと当てるぐらいにしておきたいですね。その2、アイドリング。環境云々は別として、アイドリングは車そのものを傷める行為です。そもそもエンジンはある一定の負荷をかけて連続運転するのが一番効率がいいです。アイドリングは低回転で負荷も低く、エンジンが回りっぱなしの渋滞は車に悪いというのは分かってもあまり意識しないのが不思議なところではあります。その3、同じところに止めっぱなし。放置しておくのは良くないことですが、サンデードライバーにありがちな数週間全く動かさないのも車には良くありません。直接的に影響があるのがタイヤです。同じ部分にずっと荷重がかかるので、そこだけ平らになってしまうことがあります。フラットスポットと呼ばれ、走行時に振動が出たりします。その4、太陽に向けて止める。これは避けようがない場合もありますが、できるだけ直射日光は避けましょう。避けられない場合はミラーを太陽に向けて止めます。もちろん紫外線や太陽熱からのダメージを防ぐためですが、フロントとリアを劣化させるならどっちがいい的な判断でリアを向けた方がいいということになります。フロントを向けるとインカメ周りが劣化するし、よく見かけるヘッドライトレンズの劣化も避けられます。その後、急のつく操作。これは以前よりよく言われることですが、それだけに定番的かつ最重要禁止行為です。ちなみにスピードを出さなければいいという人もいますが、スピードは関係なく、あくまでも滑らかな操作が大切だということです。いかがでしたか？何かのお役に立てれば幸いです。ご視聴ありがとうございます。よろしければチャンネル登録をお願いします。